はい、皆さんおはようございます。今日も土曜日ですが、またねダラダラしてしまいました。まあ、それでもねなんとか1回はやっていかないといけないし、回数とか場所もねいろいろ検討していこうかなと思います。今日はね久しぶりにロッコちゃんの動画をね、見ました。すごいなと。でまあ、85年ぐらいだったと思いますが、1985年で、まあ、そこの雰囲気はね、かなりパワーがある感じはしましたし、まあ、景気がね、悪くなる前ですからね、まだまだ元気だった日本の時代は、過去に戻ったりもしたら、願いたくなってしまいますが、まあ、とにかく、すごい圧倒的な存在感で、やっぱかっこいいなと、天才はすごいなと思いました。あとは、久しぶりに、配当金が欲しいので、そこら辺、配当金の株を増やしていこうと思います。ということで、今からね、始めますね。下手くそな街頭演説をやってみようかなと思います。レッツドゥです。皆さんお疲れ様です。こちらは杉本修一講演会です。今日も所属で落選中で、政治活動をやっています。まあ、落選中なので、土日も関係ありませんので、まあ、なるべく1日に1回は、YouTube チャンネルの方でもね、こう動画をアップしていこうかなと思います。さっきトレーディングビューが日本人の平均賃金がほとんど増えていないと。なので、まあ、初任給が20万としたら30年前の20万ぐらいだったということですね。で、何が問題かというと、まあ、公務員の給料は、ね、毎年増えていますが、民間企業は給料ほとんど増えていなくて、で税金はどんどん増えていますから、先進国とか先進国の大企業とかは成長率がかなり低いのかなと思います。まあ、アメリカ その経済成長の、高さというのは、まあ、おそらくイノベーションとかあと人口増加、この2つがね大きい理由かなとは思います。まあ、日本の場合は人口はどんどん減っていますし、新しい、グローバル企業もねほとんど誕生していませんので、人口を増やしていただいてもいませんし、もうちょっとこう新しい産業がねこう誕生できるような、特に地方都市でもそのビジネスチャンスのある街づくりにすることが、まあ、非常に重要じゃないのかなと。杉本修一講演、まあ、他の国々では例えばコロナの対策で、消費税とか法人税を、ね、減税したりしています。ただ日本の政府公務員は一切減税をしていませんので、まあ、日本のその公務員の特徴もね、ちゃんと理解しておくべきかなとは思いますね。まあ、我々の、価値とか、特に日本のその統治機構ですね。まあ、それをいい方向に変えるためにも、まあ、日本の現状をこう知る必要がありますし、まあ、そのためにはその教育の果たす役割もそもそも大きいのかなと。
今日ねちょっと朝やりたかったんですけど、なかなかテンションがなくて、ただ明日できれば本当に久しぶりにね、いつものところで、街頭演説してみようかなと思います。ということで、